今日はちょっとファンミーティングみたいなノリになってるので、細かい説明は後終わってからするよ。ごめんなさいね。すみません。ちょっとお客さんを置いてきぼりにしてしまう可能性があって申し訳ないんだけど、まあね、やっぱり高円寺なんで昔の仲間がこう現れて何十年ぶりに会うっていうのが多いので、俺今緊張してるから。超久々の話。めっちゃ緊張してる。ほんまに。ね、で今ね実はリクエストがありましてこちらの方からですね、あの例の NHK の私の番組を作っていただいた山本さんプロデューサーの山本さんからですねリクエストありまして、僕いつもコヤンっていう曲を一人でソロで大体歌ってるんですが、まあ、せっかくマリコさんがいるんで、山本さんがですねマリコさんコヤン一緒に歌ってくださいよみたいな話に今なりまして、今まで一度もやったことがない、本当に歌ったこと一度もないし、歌ったことないし練習もしたことない、はい、初もわかりませんしたんだけど、はい、初の挑戦してみたいと思います。しかもこの場で、光栄です、歌います。
나의 고향. 감사합니다. 마리코 사랑. 감사합니다. 歌わせてくれてありがとうございます。リクエストだから一度歌ったことないんですよ。いや俺も歌うの初めてやるから歌わせたくなかったんだと思うんですよ。いやそんなことないそんなことない。せっかくみんなが染みにしてるのにそうやって客が。いや違いますよ。じゃあ続いてだからもう一曲お酒のねここほらここは飲み屋ですのでね、皆さんガンガンお酒をね飲んでほしいので、お酒の歌をねやろうと思いますね。これもね、国産ソロでもやってるし、僕もソロでもよくやってるし、実はマリコさんとも一緒に時々歌ってる、スルソドックブルース、お酒消毒ブルースという、スルソドックというね、ブルースでございます。皆さんよかったら、ちゃんと喜んでやってもらったら嬉しいなと思ってます。はい、行こう。
だから今日だったら僕がやじきた2号店って言います。そしたら皆さんでウィハイオーって言っていただきたいと思いますね。それではやじきた2号店ウィハイオー。涙これからテーマになりますね。いやー頼みました。